はい、あゆめです。よろしくお願いいたします。それでは今回は NHK 杯戦準決勝、羽生九段対藤井八冠の一局の棋譜解説をさせていただきたいと思います。先手が羽生九段、後手が藤井八冠で、角換わり模様の出だしとなりましたが、なんと藤井八冠が4四歩と角交換を拒否して、雁木の戦いになっていきました。4二銀に4六歩とつきまして、羽生九段は4七銀から右四間飛車を目指していきます。藤井八冠は7四歩、2五歩、3三角、5六銀と羽生九段が腰掛け銀にしてくるのに対して4三銀と雁木を作りまして、以下4八飛車と右四間に対して5三銀と上がる形の雁木で対抗していきました。そして7九玉に9四歩と端をついて、羽生九段は端歩を省略して5九金と一旦固めます。ここで9五歩と突き越す手ももちろんありましたが、少し受けが遅れてしまうと見た藤井八冠は7三桂と活用していきました。そして羽生九段もここで9六歩と端に手を戻しまして、以下6二金と上がっていきます。将来的に5二玉も視野に入れた一着ですね。羽生九段は3六歩と突きまして、8一飛車に3七桂と跳ねていきました。そしてここで藤井八冠が1五角と動いていきます。非常にトリッキーな手ですね。でこれで羽生九段も3八飛車と桂取りを受けて、以下3三角と引いて、4八飛車ならもう一回1五角で千日手と、そういう筋を狙っていきました。羽生九段は先手番ですので、まあ、1六歩と当然その千日手は拒否して、以下1四歩に4八飛車と振り戻していきました。そして6四歩と藤井八冠がいつでも6五桂を跳ねられるようにしていきます。で羽生九段はこのタイミングで少し悩んだ後4五歩と仕掛けていきました。ここで同歩と取らない選択肢も、まあ、5二玉と中住まいにする選択肢もありましたが、藤井八冠は堂々と同歩と取っていきます。で羽生九段はこの同歩の局面で少し考えました。シンプルに行くんだったら同桂なんですが、もう少し欲張っておきたいということで、羽生九段ここでなんと7五歩と桂頭から、角の頭から攻めていく形を見せていきました。これもまたすごい手ですね。でこれで同歩と取ってしまうと4五桂から7四歩と桂頭攻めが来るので、藤井八冠は8四飛車と最善の対応を見せていきます。でここで羽生九段は2四歩と怪しい突き捨てを入れていきました。これ取らないと2三歩成で金がちょっと上ずってしまいますし、まあ、取ると将来2二歩の筋が来るので非常に嫌な手ですが、藤井八冠は堂々と同歩と応じました。そして羽生九段はさらに3五歩と突き捨てを入れていきました。将来的にもし同歩と取ってくれれば、どこかで4五桂から3三歩の叩きが入るという、取ってくれれば非常にありがたい利かしなんですが、藤井八冠は当然取らずに7七角成としていきました。ここで同銀とする手もありますが、ちょっと5七地点が薄くなってしまって非常に気になるところですね。ということで羽生九段はここで同桂と取っていきます。そして藤井八冠は2六角と3七の桂馬を狙っていきました。桂が動いてしまうと4八の飛車が取られてしまうので、羽生九段は3八飛車と桂取りを受けつつ、角のラインから飛車を逃がしていきます。そして藤井八冠はここで4六歩と突き出していきました。これも強気な手ですね。後手玉が居玉でいろんな攻め筋があるんですが、次の5五歩同銀4七歩成を見せて先手の攻めを催促していきました。そして羽生九段はここで3四歩と取り込んでいきます。これ厳しい手ですね。3四歩に例えば同銀と取ると4五桂が5三の銀と3八の飛車で3四の銀の両取りになりまして、これは先手が優勢となります。3四歩に対してどう対応するか注目されましたが、実戦は藤井八冠ここで8六歩の突き捨てを入れていきました。これもまた際どい利かしですね。先手に1歩入ってしまうので損になるか得になるかギリギリのタイミングでしたが、実戦は同歩と取っていきました。そして同歩に対して藤井八冠は5五歩と強気に攻めていきました。これ同銀と取れば4七歩成ですが、この瞬間4五桂もありますし、後手玉居玉ですので非常に強気な一着ですね。まあ、結果的にこの5五歩から少し
羽生九段の方に形勢が傾いていく展開となりました。5五歩では7五歩と歩を取って7六歩の桂頭攻めを見せる手も有力だったようです。実戦は5五歩に羽生九段の銀取りを受けない4五桂が強手で、少し先手がリードの展開となっていきます。4五桂に例えば4四銀右とか逃げますと、3三角という強襲があります。これで無理やり3筋から突破していって、例えば同桂だと同歩成と取って、さすがにちょっと居玉がたたりそうな展開で、これは先手が優勢という形になります。なので藤井八冠は5六歩と取り込むしかなく、以下3三歩成として若干銀損ながら羽生九段の攻めの方が早そうな展開になっていきました。藤井八冠はここで一回同桂と取りまして、同桂成と進行します。これで銀桂交換の駒割りとなりました。以下4七歩成と攻めていったところが本局もう一つのハイライトシーンとなっておりました。実戦は4七歩成に3六飛車と飛車を逃げたので、藤井八冠が逆転してややリードの展開になりましたが、ここで実は6三桂というすごい手がありまして、もしこれが決まっていれば先手がリードの展開だったようです。本当にすごい手ですね。6三桂に例えば6一玉とかわすと3二成桂としまして、3八とには7一金と打ちまして、5二玉に4一角まで詰みがあります。ということで6三桂にはあと5二玉とか4一玉はいずれも王手で金銀を取られてしまうので、例えば5二玉は4三成桂で王手で銀が取れますね。で4一玉も3二成桂で王手で金が取れますね。ということで同金と取るしかなさそうですが、そこで4三成桂と行きます。で同金は3一飛車成と飛車成が厳しく先手やや良しですし、ここで3八とと飛車を取る手に対しては6三桂同金で上ずらせた効果で5二銀と打つ手がありました。以下6二玉に6三銀成、同玉4一角、5四玉3二角成となれば先手がはっきり優勢と、そういう手順がありました。ということで、もしここで6三桂と打っていれば羽生九段がリードの展開だったようです。結果的に後手も同金4三成桂に、同金と飛車の侵入を許すのが最善となっておりますが、さすがに3一飛車成で、先手ペースは間違いなさそうというところですね。ということで、ここが一つ大きな大きな分岐点となっておりました。で実戦は3六飛車に藤井八冠が3七角成も有力でしたが、5九角成と踏み込んでいきました。そして以下同銀に3五歩と打っていきます。そして同飛車に3四歩と連打の歩で受け切りを狙っていきました。で羽生九段はここで同成桂と取りまして、同銀同飛車と進行します。そしてここで3三歩は2四飛車と回られてしまうということで、4三銀か3三銀か難しいとこでしたが、藤井八冠は3三銀と打っていきました。で羽生九段は3六飛車と引いていきます。そして以下8七歩と藤井八冠が垂らして、形勢不明の難解な戦いが続いていましたが、ここでの羽生九段の次の一手が、乗るか反るか、ギリギリの一着となりました。それが2一角ですね。勝てば勝着ですし、負ければ敗着になるという、まさにギリギリの本局の命運をかけた角打ちでございました。ちなみに8七歩のところは7六銀とがっちり打って、次8七銀と銀冠を作りながら歩を払う手もありまして、これであればほとんど互角の形勢だったようです。実戦は2一角でもうどちらかが倒れている、そういう局面になります。実戦は2一角に藤井八冠が8六飛車と金取りを受けず鋭く飛車を走っていきました。で結果的にこれで後手の一気に勝ち筋に入っていきました。例えばこれほっといて3二角成だと8八金で詰んでしまいます。同金は同歩成から7八金、王様かわしても7八金同玉8八歩成で、どこに逃げても7八金ですね。ということで、8六飛車に対しては8九歩と受けるしかありませんが、そこで7六桂が完璧な速度計算に基づいた一着でした。これも8八金からの詰めろなんで9七銀と受けるしかありませんが、そこで飛車取りを放置して5七歩成が藤井八冠の素晴らしい踏み込みでした。
以下8六銀と飛車を取る一手に5八と左と藤井八冠が一気に羽生九段の王様を追い詰めました。これが次6九金の詰めろと6八金打ちからの数の攻めの詰めろで、やっぱ2つの詰めろがかかっていて、先手玉は受けなしとなりました。ここで後手玉が詰むか、もしくは合駒させてこの金を使わされる展開になると後手が負けてしまうんですが、しのげるかどうかギリギリの展開となっていきます。羽生九段はここで8一飛車と打っていきました。これに例えば6一金打ちが手堅そうに見えるんですが、もし金を使ってしまうと詰めろがほどけるので3二角成で、これは一気に先手が勝ち筋となります。なので藤井八冠は6一金と引いていきました。これが素晴らしい攻守で、後手玉はギリギリ詰まず、なおかつ金も温存できました。で、羽生九段はここから5二歩と迫っていきます。これもかなり際どい着ですね。これうっかり同玉と取ると6三角で一気に大逆転という筋がありました。後ほどご覧いただきたいと思います。また4二玉も3二角成で、後手玉がやられてしまうという手順がありましたので、後ほどご覧いただきます。で、実戦はここで藤井八冠が6二玉と上がっていきました。これだけが唯一の後手の勝ち筋となっています。以下、8二飛車成と羽生九段がさらに追っていきますが、ここでも7二金と打ってしまうと先手玉の詰めろがほどけるので、9一竜で大逆転という筋がありましたが、藤井八冠は7二金と金を温存して確実に受けて、これで後手の勝ちがはっきりしてきました。羽生九段は最後5一角と王手をかけていきますが、ここでも6三玉は7三角成から大頓死がありましたが、6一玉が正確な一着ですね。以下9一竜に5二玉と逃げたところで、ここで羽生九段の投了となりました。最後本当に評価値はずっと藤井八冠の勝ちを示していましたが、一手間違えれば終わりという非常に危ない罠がたくさんありましたので、そのあたりじっくり解説させていただきたいと思います。ちなみに投了図以下はこれ以上後手玉に迫る手段はありませんし、先手玉は例えば、受けもないですね。例えば6九香とか受けても5九ととして、これが次6九と同玉5八銀からの簡単な詰めろになっております。またここで8八歩と逃げ道を開こうとしても、6八金で詰んでますね。8九玉7八金で、同玉は8八歩なり9八玉も8八歩なり9七玉8七金打ちで、詰んでいるという形で、もう何も手段がありませんので、羽生九段ここで無念の投了となりました。ということで改めてですね、この8一飛車からの展開もう一度ご覧いただきたいと思います。8一飛車に4二玉だと3二角成で後手玉頓死しておりました。同玉に2一角と打ちまして、で2二玉は3二金で、どちらに関しても3三飛車成、これは簡単ですね。なので2一角に2三玉ですが、3五桂と打ちまして、3四玉に4三角成、4五玉4六金で済むという形になります。ということで、8一飛車に6一金と引くのが唯一の正解手順となっておりました。で、5二歩がまた際どい手で、5二歩にうっかり4二玉とかわしてしまうと3二角成、同玉に2一角という絶妙手がありました。羽生九段ももしかしたら狙っていたかもしれません。で、同玉と取るしかなさそうですが、6一飛車成と金を拾いまして、パッと見3一歩で受かりそうに見えるんですが、この場合は同竜同玉3三飛車成と成り込む手がありまして、これも詰み筋となっておりました。で、6一飛車成に1二玉で大丈夫そうなんですが、1三金という華麗な捨て駒があって、同玉に3三飛車成、で2三合駒には1一竜ですね。で2二金、1二金合に、2二銀打ちで、どちらの金でも取れませんので、これでぴったり詰んでいるという恐ろしい筋もありました。ということで、そうですね、ここで5二歩に対してこちらの方に行ってしまうと3二角成から2一角という絶妙手があって詰みだったと。で、またこれで同玉と取る手もありそうなんですが、これも6三角という強烈な一撃がありまして大逆転となっておりました。で、6三角に6二玉は8二飛車成となりまして、これで6三玉なら5五桂、5四玉、3二角成とこの金を取る手がありまして、5五玉に4六金、
4四玉、3三飛車成で詰むということですね。ということで、まあ、8二飛車成の時に7二金打ちなどと受ければ詰みはないんですが、まあ、先手玉の詰みも消えてしまいますんで、9一竜と普通に取っておけば、例えばここで6三金なら、まあ、そこで7六飛車と桂馬を取ってしまえば、これで先手玉は一気に安泰になって、後手玉は次5五桂などが非常に受けづらく、一気に先手勝勢と、そういう形になっておりました。ということで、5二歩に、こっちに行くと3二角成から2一角、同玉も6三角という目の覚めるような手がありまして、逆転していたということですね。本当に恐ろしいギリギリの罠がかかっていましたが、6二玉が唯一の正解で、大丈夫だったという形でございます。でここから実戦は8二飛車成通して、これも7二金打ちだったら9一竜と、香車を取って先手玉の詰めろがほどけてしまって、5九とが詰めろになりますが、やはり7六飛車と桂を取って、で後手玉はかなり危なく、先手玉は5八とと引いても8七金と、8八玉から9七玉を見せていけば勝ち筋ということですね。ということで8二飛車成にもし7二金と打ってしまったら大逆転だったんですが、7二金が完璧な受けで、これでさすがの羽生九段も手段が尽きたという形になっておりました。で、最後は、5一角ですね。で、5一角にうっかり6三玉でも、7三角成という強烈な一撃がありまして、これも大頓死となっていました。まあ、仮に同金なら5五桂と打ちまして、5四玉に3二角成として、で、詰んでますね。5五玉なら4六金、4四玉、3三飛車成で詰みという、そういう手順がありました。なので、5一角に6一玉が唯一の手着で、これで手段がないという形でございます。で、ここでまた8一竜という際どい手もあるのでご紹介しておきます。本譜は9一竜でしたが、この8一竜の意味は、5二玉なら7二竜と金を取ろうということですね。でここでうっかり7一金打ちとかやってしまうと、9一竜と取られて、先ほどと同じ理屈で先手玉が詰まなくなって、7六飛車と桂を取られて、一気に後手が負けになってしまうということで、これも7一金と引くギリギリの攻守があって、これでわずかに後手が勝ちだったと、そういう状況でございました。ということで、本当に何気なく進んでいたようでいて、実はたくさんの罠がかかっていた、本当に際どいギリギリの将棋だったということですね。白熱の攻防を制した藤井八冠が見事に2年連続で決勝進出したという形でございました。羽生九段も本当にギリギリのところまで迫って本当に見応えのある名局だったと思いますが、わずかに藤井八冠が制したという状況でございました。ということで、ここまでご視聴いただきまして本当にありがとうございました。この動画がいいなと思ってくださった方は、高評価、チャンネル登録いただけますと大変励みになりますので、どうぞよろしくお願いいたします。改めて、先手のチャンスは63手目、63手目に6三桂と打つ手、これなら少し羽生九段が良さそうというところで、また最後ですね、これはまたちょっとこう、互角に戻っていく形になりましたが、最後の最後ですね、この75手目、2一角が非常に鋭い手で、まあ、勝てば勝着だったと思うんですが、藤井八冠の完璧な対応により、まあ、結果的に敗着となってしまった、そういう一手でございました。ここでは7六銀と打って8七銀の受けを見せておけば、まあ、ほとんど互角と、そういう状況だったようですね。それではここまでご視聴いただきまして本当にありがとうございました。失礼いたします。